YouTube のショートムービースタート。時は2020年10月3日土曜日。子供たちと楽しい休日をと遠くの公園へ行きました。いつもの公園と違うからテンションぶち上げ、金木犀が香り確実に秋が来た感じがする今日この頃。涼しくなったとはいえ公園を走り回ると汗だくだく。それでも子供たちは全力で今を楽しんでいる。今年34歳のパパも全力で楽しんでやると意気込んだが、少し足をぐねって意気消沈。冷や汗と油汗をかく34歳、キラキラと眩しい汗をかく子供たち。ベンチに座ってこのままおいでたまるかとガチでつぶやく。明日から頑張ろうってこれまで何回言ってきたんだろう。かっこいいパパになりたいから今日から頑張る。やっぱり足ぐねってるから明日から頑張る、ガチで。何はともあれ子供たちが本当に楽しそうで今日は良かった。最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。